皆さんどうも、もぐぽじです。この前新しい動画を始めますということで、動画をアップしたんですけれども、まあ今回はその第1弾として、動画をアップしたいと思います。で、まあ一番最初なので、ベスパコーサってどんなバイクっていうようなところを、紹介したいと思います。で、まあ、ベスパコーサなんですけれども、1988年、まあ、今から30年以上前ですねに、発売が開始された、バイクで、95年か6年ぐらいまでかな、生産は続けられました。もともとはですね、ベスパ PX というモデルがありまして、まあ、それの後継機種として、発売が開始されたんですけれども、まあ、ベスパ PX っていうのはですね、息の長い人気モデルで、83年か、まあ、84年に、生産が開始されたんですけれども、まあ、いろいろ細かいマイナーチェンジとかはあったんですが、最終的には2016年までかな、ずっと作り、続けられた、まあ、人気のモデルだったんですけれどもね。で、まあ、大きさなんですけれども、全長が1800ミリで、全幅が700ミリぐらいかな。で、全高が1100ミリぐらいで、まあ、国産の 125cc クラスのスクーターとほぼ同じぐらいの大きさになると思います。で、まあ、車重の方も、110キロから20キロぐらい。なんか、サイトによってちょっと数字が違ってたりするんですけれども、だいたいそれぐらいの重さなので、まあ、この辺も、国産の 125cc クラスのスクーターと、同じぐらいの大きさなんじゃないのかなというふうに、思います。で、エンジンなんですけれども、空冷2ストローク、単気筒の 200cc エンジンで、パワーは、最高出力は、12馬力、それから最大トルクが、1.5 キロぐらいかなの、パワーです。で、まあ、大きさは国産の 125cc クラスのスクーターと、同じぐらいなんですけれども、まあ、パワーはそれよりも、少しあるので、まあ、国産の 125cc クラスのものに比べると、まあ、パワフルに、走れる、バイクになってます。で、まあ、ベスパの特徴みたいなところをちょっと紹介したいと思うんですけれども、まあ、まずベスパといえば、ハンドチェンジですよね。普通の、まあ、バイクは、左手のクラッチレバーを握って、で、まあ、左足のギアで、駆け上げたり、まあ、落としたりしてギアをチェンジするんですけれども、ベスパの場合はクラッチは同じように左のグリップについてるんですが、ギアチェンジはですね、その左のグリップをこうひねって、回してギアを変えるんですね。で、まあ結構それが難しいんじゃないかっていうふうに思われる方もなんかいるらしいんですが、まあ、ギア付きのオートバイに乗ることができる方であれば、まあ、15分、20分あれば慣れてしまうレベルのものだと思います。私なんかもこのバイクに乗る前はスカイウェーブという、まあ、スズキのスクーターに、オートマチックのスクーターに乗ってたんですけれども、乗り換えてもうすぐに、まあ、乗ることができたので、まあ、特に問題はないとは思うんですけれども、そんなに難しいものでは、ありません。で、まあ、ベースは交差の、特徴がいくつかあってですね、
まず一つがメーターですね。メーターがですね、まあ、あのハンドチェンジモデル の古いベスパはですね、ほとんどのモデルがあのスピードメーターのみを装備していて、まあ、一部あのタコメーターがついているあの、モデルもあるんですけれども、この交差はですね、まあ、2眼メーターになってます。で、まあ、上がタコメーターで下がスピードメーターなんですけれども、あの普通まあ自動車でもバイクでもあのスピードメーターとタコメーターがあるものって大体が横に並んでますよね。で、まあ、このベスパ交差はまあその辺がちょっと珍しくてですね、縦に2眼の、タコメーターとスピードメーターになってます。まあ、私の知ってる限りではこういった感じのメーターっていうのはあのハーレーのローライダーが、こんな感じのメーターだったと思うんですけれども、メーターが非常に特徴的なメーターになってます。で、次がですねブレーキですね。まあ、あの古いベスパこの PX のですね、最後の方のモデルはあのフロントがディスクブレーキなのでちょっと違うんですが、あのハンドチェンジモデルのベスパっていうのはですね、前後ドラムブレーキのものがほとんどです。で、まあ、このホーサーもあの前後ドラムブレーキなんですけれども、前後連動ブレーキ油圧の前後連動ブレーキになっていて、足元のペダルを踏むとですね、まあ前輪と後輪、どれぐらいの割合だったかな、後輪の方がとにかく、多かったと思うんですが、適切な割合で、ブレーキが効くようになってます。なのでまあドラムブレーキですからね、そんなにガツンとは効かないんですけれども、他の、古いベスパに比べるとブレーキは非常に効くんではないのかなというふうに、思います。で、まあ、次に特徴的なのはシート下のトランクですね。まあ、今は国産のスクーターなんかではほとんどというか、まあ、全部のスクーターがシート下にトランクついてると思うんですけれども、この当時の、スクーターでシート下にトランクがついてるっていうのは非常に珍しかったんじゃないのかなというふうに、思います。で、まあ、容量はですね、まあ、そんなに入るものではなくて、まあ、ヘルメットでもハンキャップは普通に入りますけど、まあ、ジェットヘルメットでもシールドがついてるジェットヘルメットは難しいかな。シールドがついてないやつであれば、サイズにもよりますけど入ると思います。まあ、そんなに大きなスペースではないですけれども、まあそれでもまあそこそこ荷物は入るので非常に便利な装備だと思います。で、まああとは私のバイクの特徴というか、いくつかそのパーツ交換されているものがあって、まずはサスペンションですね。サスペンションがビチューボというメーカーのサスペンションに変えられてます。ベスパではおなじみのメーカーなんですけれども、で、ベスパのサスペンションというのはノーマルのサスペンションは非常に柔らかいんですね。柔らかいので街乗りなんかでの乗り心地っていうのはこうふわふわして非常にいいんですけど、ある程度こう速度域が上がってくるとですね、それが今度逆に不安定さになって、ちょっと怖いというか、そういったところがあるんですね。で、まあ、そういった部分をまあ、なんていうんですかね、よくする意味でのサスペンションの交換というのは非常に有効な、パーツ交換だと思います。で、次がですね、ホイールですね。ホイールが、チューブレスホイールに変えられてます。
で、まあ、あのベスパのノーマルは、まあ、チューブホイールなんですけれども、鉄の、合わせホイールで、まあ、あのチューブレスホイールにするとあのパンクのリスクもあの減らせることができますし、あとは、まあ、バネ下重量が、軽くなるので、まあ操作性も良くなるという、まあ、メリットがあるので、まあ、サスペンション交換と合わせてあのチューブレスホイールにするというのは非常にいい、パーツ交換になると思います。で、あと私のバイクで変えられているのがマフラーですね。まあこのマフラーは、まあ、そんなに、ボンとパワーが上がるものではないみたいなんですが、15% ぐらいかな、メーカーによると、15% ぐらいあのパワーが上がる、ようになってるみたいです。で、まあ、あのノーマルが12馬力なので、まあ、14馬力ぐらいにはなっているので、まあ数字で見ると、まあ、かなりのパワーアップですよね。乗ってても、あ、ノーマルよりかパワーあるんじゃないのかなっていう感じはします。まあ、こういった感じのところが、まあ、ベスパ交差の特徴みたいな、感じなんですけれども、まあ、あとはまあ簡単なインプレなんですけど、まあ、200cc のね、小さいオートバイなんですが、本当に楽しいオートバイだと思います。私も、リッターバイクとか大きいバイクはもう何台か乗り継いできたんですけど、やっぱりバイクっていうのは排気量じゃないんだなっていうのがすごい、分かる、オートバイだと思います。とにかく乗ってて楽しいですし、まあ、使い切れるパワーっていうんですかね、そういったところもあって、なかなか大型バイクだとこう全部パワーをその思い切って使えるっていうのいうシチュエーションというのはなかなかないんで、まあ、そういう意味でももうきっちり、トップスピードまでパワーを使い切れるっていう意味では非常に楽しいオートバイですね。なかなかこううまく話がまとめられない感じなんですけれども、まあ、これからも、こういった感じの動画を撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではモグポジでした。